せっかくのいい天気だし寝るか。よいしょっと、せっかく人が気持ちよく寝てたってのに。お前さ、私に何か用か？なんだい、そういうことか。大丈夫だよ。私はお前さんが思うほどやわじゃないんだ。この辺の魔物相手なら肩慣らしにもなれやしないよ。あ、でもまあ、気にかけてくれたことには礼を言っとくよ。ありがとね。私はルカだ。よろしく。繁華街にある魚屋のバイトだよ。あ、今日は暇だったからのんびり昼寝の途中だったのさ。それよりお前さんが持ってるそれ釣りの道具だね。もしかして釣りが好きなのか？釣りが仕事とはまた面白いね。受ける方もだけど頼む方もまた物好きなこった。ところでどんな魚をどこへ釣りに行くつもりだったのさ。お前さ、そいつは川魚だよ。残念だけど海に行ったところで一匹たりとも釣れやしないね。ったく、なんで川魚を海で釣ってこいなんて仕事を受けちまったんだい。そんなの魚扱ってりゃ分かって当然。なるほど、そういうことか。あ、やれやれ。なあお前さん、その仕事ちょいと私に手伝わせてくれないか。このままだとお前さんがちゃんと魚を手に入れられたか気になっておちおち昼寝もできやしないよ。なあに、心配無用さ。魚については当てがあるんだ。早速向かうとしようか。さてと、ここにはいい川魚を扱う店があるんだ。おじさん、いるかい？いらっしゃい。なんだ、ルカじゃないか。こんな時間に仕入れか？あ、いや、今日はこの子の付き添いさ。お前さん、あれだろ？釣ってこいって言われた魚。ああ、こいつか。お客さん運がいいね。最近よく売れるもんで、今日はここにある分でおしまいなんだ。こいつは海の魚に間違えられやすいんだ。これで仕事は終わったも同然だね。あ、それじゃあ会計を済ませたら早くランドセルに戻って。すいません。お前なんでここに。誰だいあんた、初めて見る顔だけど。本当かい？そいつは変だね。おいあんた、人に釣ってくるよう頼んだ魚をなんでわざわざ自分で買いに来てるのさ。いや、そのこれは。あんたさ、本当に仕事の依頼主か？そういや最近新手の詐欺が流行ってるって聞いたっけな。詐欺？そんなわけないだろ。俺はただここへ魚を買いに来ただけだ。悪いけど今日はこちらのお客さんの分で終わりだよ。なんだと？それじゃこっちは困るんだよ。やっぱりか。あんたこの子の依頼主じゃないね。依頼主になりすましてこの子を騙そうとしたんだろう。この子の買った魚が本当の依頼主が求める魚だろうね。何を根拠に。どうせ今頃海沿いの町にはあんたの仲間が店を出してて、町に着いたこの子が釣れないところに顔を見せる。海で釣れるよく似た魚をこの子に高値で売りつけ、ランドセルに戻ったこの子へ違う魚を買ってきた責任を負わせるんだ。そしてこの子には報酬を渡さないどころか失敗したことへの賠償金を請求するっていう汚い手口さ。
おまけに自分たちはまともそうな顔をして本当の依頼主にここで買った川魚を下ろしに行く。どうだい？当たりだろう。少なくとも私が人を騙すならそうするね。バレちゃ仕方ねえ。こうなったらまとめて全員口が聞けなくしてやる。よっと。嘘だろ。やれやれ、相手の力量もわからないくせに突っ込むからそうなるのさ。そういや、流行りの詐欺師ってのは徒党を組んでるって噂だったね。おいあんた、二度と悪さができないようにしてやるから仲間のところまで案内しな。そいつはさすがにあんたでも無理ってもんだぜ。無理だと思うかい？ちんけな悪事だからこそ徹底的に叩き潰さないと私の気が済まないんだよ。ここまで来たらお前さんも付き合いな。こいつらはお前さんを騙そうとしてる。売られた喧嘩は買うのが男ってもんだ。まるでどこぞのナイト様みたいだね。いいね、その心意気、気に入った。お前さんは見上げた男だ。よしよし。おっとごめんよ、苦しかったかい？ついつい抱きしめちまった。すまないね、嬉しい時の癖なんだ。とにかく詐欺師のアジトへ向かおうか。さあ案内してもらおうか。ここだね。お前さん準備はいいかい？一気に乗り込むよ。なあ、あんた本気なのか？やめといた方がいいぜ。本気に決まってるだろう。だからここまで来たんだ。邪魔するよ。なんだってめえ。あんたたちを全員まとめてぶっ潰しに来たのさ。うわっ、くそ、なんだこの女。全員で囲むぞ。そうすりゃ楽勝だ。なんだい、人数も大したことないし手が震えてるじゃないか。まあいいさ、これで私も遠慮なく抜けるってもんだ。覚悟しな。いやあ、もう終わりか。強い。あんたマジで何者なんだ。私かい？ただの魚屋のバイトだよ。嘘だ、嘘に決まってる。本当なんだけどね。おっと、ぼやいてる場合じゃなかった。いいかいあんたたち、次に悪さしたら全員の首を叩き切ってやるからね。分かったか？返事は？はい、申しません、ごめんなさい。お前さんは魚を無事に本物の依頼主に届けられたし、あいつらの首にかかってた懸賞金がこんなにもらえたよ。というわけで一件落着を祝して乾杯。あー、うまい。体動かした後にはやっぱりこいつだね。それにしてもお前さん今日は頑張ったね。詐欺師のとこにはついてこないかもって思ったけど違ったね。大したもんだ。よしよし、えらいえらい。なんか困った時はいつでも私のところに来な。お前さんにならまた手を貸してあげるよ。さて、ようやく到着だ。今日はよろしく頼むよ、お前さん。
と言っても魚を仕入れて運ぶだけだ。楽にしてていいよ。おう、ルカじゃないか。そうか、ランドソルにはまだ伝わってないんだな。どうしたのさ、えらく不景気そうじゃないか。どうかしたのかい？実は今日は売り物になる魚がないんだ。一匹も？ああ、一匹もだよ。何があったのさ。それが昨日からこの辺りの海岸一帯に凶暴な魔物が出て漁に出られないんだ。しかもその魔物、うちの町と隣町をまたぐように現れやがる。ってことは隣町に行っても無駄足か。その通り。俺たちの町もひどいありさまだよ。あんた隣町の。俺たち漁師だけじゃない。あんたたちみたく買い付けに来た人たちも奴のせいでみんな困ってるんだ。畜生、このままじゃ商売上がったりだぜ。あの魔物を倒す方法はないのかよ。散々試しただろうが、隣町のお前らだってお手上げだろ。簡単に倒せるなら俺たちだけでやってるよ。そんなこともわかんねえのか。なんだとこの野郎、てめえに言われなくたって百も承知だよ。やーやー、うるさいよ。みっともない。大の大人がこんな時に喧嘩してどうする。吠えるだけならよそでやりな。すまない、俺たちだってできる限りのことはしたんだ。でもよ、弓矢も魔法も何も効かなくて。魔法も？そいつは厄介だね。となると何とかできそうなのは私だけか。やれやれ、仕方ないね。その魔物、私が片付けるよ。え？でも大丈夫なのか？確かに武器は持ってるけど。ルカ、あんた魚屋なんだろ？魚屋だろうが騎士だろうが、魔物を倒せるなら何だっていいじゃないか。その代わり、私が魔物を倒せたら魚は負けてくれるよな。わかった。倒してくれたらいくらでも安くする。決まりだね。私に任せな。珍しいね。地震かい？いや違う。これは。奴が来たぞ。みんな逃げろ。早速お出ましか。探す手間が省けたね。心配してくれるなんて、お前さんは優しいね。こいつくらいの魔物なら何度も相手にしてきたから平気だよ。お前さんは下がってな。お前さん本気だね。よし、わかった。少しの間でいい。奴の注意を引いといておくれ。危ねえ。あの兄ちゃんボケっとしてるかと思ったら同居あんだな。時間稼ぎみてえだが、ルカは何やってんだ。逃げろ兄ちゃん。あ、今だ。一の太刀雫投げ。まだだ。あいつまだ動けるのか。ルカ逃げろ。一撃で仕留めきれなかったとはね。気の練り込みが足りなかった。だとしても引くわけにはいかないね。みんなもあの子、私が守らなきゃいけないんだ。なんだいこいつは。力が溢れてくる。気の流れが桁違いに良くなった。これならいける。
そんなに欲しけりゃもう一茶くらいな。ニノたち、つゆしぐれ。すげえ、本当にやりやがった。これでまた海に出られる。ありがてえ。一時はどうなるかと思ったけど、なんとかなったね。お前さん、お疲れ様。いい逃げっぷりだったよ。ところで、さっきのはお前さんが何かやったのかい？やっぱりそうかい。すごい技だね。お前さんがいなかったら今頃こうして無事じゃいられなかったよ。よくやってくれたね。よしよし。おっと、すまない。お前さんの頑張りを見るとつい抱きしめたくなっちまうよ。でも今日は本当に助かった。ありがとね。今後も手が足りないときはお前さんの力を貸しておくれ。よし、それじゃあ私たちも魚を取りに行くよ。仕入れはその後だ。いい加減にしな。自分の始末は自分でつけるんだね。そんなこと言わないでくださいよ、姉子。お願いします。この通り。姉子はよしな。ったく、この通りも何もないよ。みっともないからさっさとどっかに。おや、お前さん元気にしてるか。あ、そうかい。そいつは何よりだ。ああ、こいつかい。前にちょいと懲らしめてやったやつさ。ちょっとややこしい問題を抱えてるみたいでね。ちょっとどころじゃないですよ。さっきも言いましたけど、俺このままだと殺されるんですよ。でも奴らの棟梁の玉取りに行ったらどっちみち死ぬんですけどね。なんでもこいつが抜けたと思ってたギャングのボスから構想中の犯罪組織の棟梁を暗殺しろって命令されちまったんだと。ボスに借りを作っちまった俺が悪いんです。断ったらただじゃ済まないって脅されて。でももう足を洗って敵になって真面目に生きたいんです。姉子のおかげで目が覚めたんです。頼れるのはもう姉子しかいないんです。だから姉子って呼ぶんじゃないよ。仕方ないね。ボスの居場所を教えな。とりあえずそいつに直接話を聞きに行く。ありがとうございます。この恩は一生忘れません。恩なんてもんじゃないよ。あんたの死体を私が見たくないだけだ。いいのかい。まあ一人で行くよりは心強い。よろしくな、お前さん。あいつめ、顔を出すどころかまさか別人をよこすとはな。あんたがここのボスかい。私はルカ。繁華街の魚屋で働いてる。魚屋。こりゃ傑作だ。単刀直入に言うよ。あいつを見逃しな。もうあんたの部下じゃないんだ。ただじゃあ見逃せる。あんたが代わりに奴の首を持ってきたら見逃してやろう。ああ、なんで私が。あいつがお前に助けを求めたんだろうが。だったらお前が尻拭いするのが筋ってもんだろう。筋だって。弱みにつけ込んでるだけのくせによく言うよ。しかしよりにもよってただの魚屋の女に頼むとは。まあまあ、あんたに何ができるんだ。どうせ三枚におろすのは魚だけだろ。魚屋の女をなめんじゃないよ。そこまで言うならやってやろうじゃないか。できるもんならぜひともやってもらおうじゃねえか。
まあ魚屋には土台無理な話だろうがな。安心しな、ドジ踏んでも骨は拾ってやるよ。首見てたまげても知らないよ。邪魔したね。はあ、やっちまった。わい兄ちゃん、姉ちゃん出てきたぞ。よかったな、もうビビんなくて済むぞ。お前さん、こんなところで待たせて悪かったね。まあ、行こうか。詳しくは歩きながら話すよ。てなわけで、結局私が仕事を肩代わりする羽目になっちまった。仕事をバカにされちまったもんだから、つい勢いでね。性分とはいえ、さすがに今回は反省してるよ。奴らがいがみ合ってるの、うまく解決できたらいいんだけどね。その通りだよ。無関係の人間をいちいち巻き込むなんてひどい話だよ。どうせなら相打ちに。それだ。何も私たちが手を汚す必要なんてないんだよ。頭同士を引き合わせたら、あとは勝手に潰し合ってくれるはずだ。となればやることは一つだね。まずは棟梁を見つけよう。どうやらあいつが棟梁だね。お前さんは見張りを頼む。行くよ。ちょいと顔貸してもらうよ。なんだてめえら。成功だね。邪魔するよ。あんたか。どうせ逃げてきたんだろ。まあ俺には分かってた。向こうの棟梁を連れてきたよ。あとはあんたたちの好きなようにしな。なんだと。俺はこんなこと頼んでないぞ。ここはてめえの仕業か。ふざけた真似しやがって。組織がどうなってもいいんだろうな。これはな、ちょっとした手違いだ。そうだよ。俺はあんたと組織拡大のため同盟を結ぼうと思っていたんだよ。はあ？何？そうか。実はうちもそう思ってたとこなんだよ。このまま喧嘩しててもお互いが潰れちまうだけだしな。そうだろ、そうだろ。だからな、これはこの女が勝手にやったことだ。この女が俺たちを争わせた真犯人なんだ。そうだったのか。今回の騒動の原因はてめえか。俺たちが手を組んででかくなるのを邪魔するつもりだったんだな。棟梁、助けに来ましたぜ。おう、奴らは敵じゃねえ。敵はあの女とガキだ。ボス、この女を倒せばいいんですね。おう、ついでに横のガキも一緒に消ししまえ。ドアの鍵はちゃんとかけとけよ。やれやれ、これが悪人の悪知恵か。ろくでもないね。笑っちまうよ。お前さんは逃げな。ここは私一人で何とかするよ。お前さん、その心意気気に入った。また貸してもらうよ、その力。やれやれ、参ったな。こいつは私も本気で答えないといけないね。あんたたちくらいの雑魚、どうにでもできたんだ。なるべく穏便に済ませようと思ってたのに。こっから先は全員どうなっても知らないよ。死にたいやつだけかかってきな。なんだこ
この女、急に凄みが。殺気が半端じゃねえ。おい、てめえ、本当は何者だ。あいつが雇った殺し屋か。本当も何も、ただの魚屋のバイトさ。ついでにトワイライトキャラバンのギルドマスターもやってるけどね。トワイライトキャラバンだ。嘘だろ。なあボス、今のってまさか。赤眼の悪魔、それだけじゃない、コレクターも。デストロイヤーに歩く竜巻まで所属してる、この町で一番やべえギルドじゃねえか。それなのにギルドマスターだけが裏社会に一切姿を現さない。そいつらを従えられるだけの凄腕って話だったが。従える？あいつらが人に従うわけないだろ。役割を押し付けられただけさ。私は今でもただの魚屋だよ。ちくしょう、あいつめ、なんてのをよこしやがったんだい。逃げるぞ、勝てるわけがねえ。いや、ここでこいつを倒せば俺らが裏社会に君臨できるんだ。てめえらやれ、やっちまえ。うわったく、悪人どもが寄ってたかって、毎度よくもまあ群れやがって。その少年ごと叩き切ってやるよ。覚悟しな。いやあ、助けて。飲食店で騒ぎが起こったという通報があったはずなんだが、一体何があったんだ。これはどういう状況だ。姉御、オラ今まで間違ってました。だから姉御じゃないって言ってるだろ。いい加減にしな。そんなこと言わないでください。これからは俺たち姉御に一生ついていきます。姉御、姉御。なあ、もう結局こうなっちまう。何があったんですか。ああ、そこの岸さん、こいつらのことは任せたよ。じゃあね、お前さん、行くよ。待ってくださいよ、姉子。どうにか逃げられたね。お前さん、平気か。ああやって目が覚めたって言ってる奴らはさ、ちょっと目がくらんでるだけなんだよ。私に憧れたバカは無茶を繰り返していつかみんな壊れちまうんだ。お前さんはあいつらみたいになるんじゃないよ。だろうね。そんなことがしたけりゃ今頃騎士団にでも入ってるか。じゃあお前さんは何のために私についてきたんだ。私のため。じゃあ組織の対立だの悪人を懲らしめるなんて、それこそ花から眼中になかったのか。お前さんは本当にいい男だね。ますます気に入ったよ。これからも頼りにしてるよ、お前さん。よ、お前さん、お疲れみたいだね。仕事かい。そいつはまた重労働だね。道理で土まみれなわけだ。腹減ってるだろ、飯でもおごろうか。それにしてもやけに太陽が眩しいね。な、あれ
本当に太陽か。泥棒？おばちゃん、どっちに逃げたんだ？ルカちゃん、さっき売ってもらった魚が取られちゃったのよ。泥棒猫か。そいつは一大事だね。私が追いかけるよ。お前さんが？どっかで見た顔だと思ったら、うちのお得意さんじゃないか。私は立ち洗いルカ。お前さんと私で魚を取り返すよ。こっちに逃げるってことは塀を伝っていく気だね。お前さんは塀の上から追いかけてくれ。私は先回りしておく。二人で挟み撃ちだ。頼んだよ。この辺りで猫が行きそうな場所といえば、ちょっと急がなきゃね。ああ、覗きよ！塀の上に変質者が！おお、なんだお前、泥棒か？お、来た来た。それ！逃げられたか。まあいいさ。あいつらの縄張りは全部把握してるし、あの子とうまく追い詰めていけばいい。お前さん、ご苦労様。あいつはちょうど逃がしちまってね。あっちに行ったから追いかけよう。あ、それにしてもお前さんが来た方向が妙に騒がしかったね。待ちなさいよ変質者！痴漢、変態、女の敵！あっちゃ、変質者扱いか。まないね、私が言ったばっかりに。追いかけるより先に誤解を解いた方がいいんじゃないか。助かるよ、ありがとう。誤解は必ず何とかしてやるよ。あいつの逃げた先は見当がついてる。土手に向かうよ。さて、いるとしたらこの辺りのはずだ。お、いたいた、見つけたよ泥棒猫。ったく、手間かけさせやがって、うん、そうか、あんたこの子たちのために。やれやれ、事情があるならそう言いやがれっての。なんて、猫だから無理なんだけどね。もう逃げられないわよ。おとなしくしなさい。今ならまだ間に合う。自首するんだ。役者も揃ったね。それじゃお前さんへの誤解を解こうか。あとはこの猫たちの飼い主も探してやらなきゃな。追っかけてきた人たち、聞いてほしいことがあるんだ。あれ、君立ち洗いさんとこの商店街の魚屋さん。なになに、どういうこと？この子が泥棒ってのは誤解だ。私と一緒に猫を捕まえるのを手伝ってくれてたんだ。ご覧の通り猫は見つかった。さっきまでのことは水に流してやっておくれよ。あの魚屋さんが言うんだし間違いないか。変質者じゃなかったんだ。よかった。これでお前さんの誤解は解けたね。あとはこの猫たちか。やれやれ、どうしたもんか。あれ、姉子？ちーっす、ルカの姉子。あんとかって、おい、姉子って呼ぶんじゃないよ。すいません、つい。ああ、こいつかい。前に悪さしてるところを叱ってやったらしっかり懐かれちまってね。姉子、なんか困ってんすか？だから姉子は、いや、まあいいや。それよりこの猫たちの飼い主を探してくれないか。うちは魚屋だろ。
売り物に手を出されても困るから猫は飼えなくてね。飼い主が見つかるまで預かってくれるだけでもいいんだよ。姉子の頼みならいくらでも手伝うっすよ。あんた分かっててそう呼んでるね。まあいいや、まとめて飼ってくれる人がいると一番いいんだけどね。ちょっとダチに飼えそうなやついないか聞いてみます。そいつらの知り合いにも当たってもらいますから心配しないでください。ありがとね。ま、あいつらならすぐに見つけてくれるだろう。とりあえず一件落着だな。お前さんもお疲れ。それにしても大したやつだね。お前さんはいきなりだってのに私を手伝ってくれたし、誤解されても気にもしない。今時珍しいね、そこまで人のために動けるなんて。お前さん本当に大した男だよ。今度商店街に来たらうちの店に顔出しておくれよ。とっておきの安くしてあげるからさ。今日はありがとね。はい、お疲れ様。どうだったかしら私の夢。ルカって本当に切符が良くて面倒見のいい人よね。腕っぷしも強いし、いろんな人に慕われるのも納得だわ。ただ時々やりすぎちゃうところは何とかしてほしいわ。私も昔ひどい目にあったのよ。今となっては懐かしい話だけど、でも彼女も一人の人間よ。いつか一人じゃ乗り切れないことがきっとあるわ。そういう時はあんたがそばで支えてあげなさい。それじゃまたね。どうやら寝ちまってたみたいだね。お前さんも寝てたのか。私もだよ。まさか夢まで見ちまうとはね。そうか、猫を探す夢を。私と同じだね。ちょうどお前さんみたく人のために動いてた子が出てきたんだ。お前さんならきっと夢なんかじゃなくても同じことをしてくれるって信じてるよ。泥棒、そいつを捕まえてくれ。泥棒だってどうするって聞くまでもないか。行くよ、お前さん。一丁二人で泥棒をとっちめてやろう。今回ばかりは私一人じゃ難しいね。わかった、詳しそうなやつを探してくるよ。それでどうだい。それだといつになるかわからないだろう。騎士団がまともに取り合ってくれない以上、早めに何とかしたいんだ。ルカ姉ちゃん、幽霊退治してくれないの。そうじゃないけど、まいったね。ああ、お前さん。そうか、お前さんがいたね。こいつは助かった。その子はルカの知り合いか。そうだよ、こう見えて意外と頼りになるんだ。幽霊だってきっとなんとかなるさ。実は近頃町の中の墓地に幽霊が出るって噂になっててね。町のみんなが不安がってる。君にも世話になるな。お願いね、ルカ姉ちゃん。お兄ちゃん。てなわけだ、頼んだよ。お前さん、今宵は二人で幽霊退治としゃれ込むとしよう。お前さん遅いじゃないか。どこで油売ってたんだい。あんまり待たせるんじゃないよ。30秒は遅れたよ。なんてことない日なら私も怒りはしないさ。
でも今日は気を引き締めてもらわないと困るんだ。それに街中とはいえ夜は危ないんだ。とにかく、まあいいや、さっさと出発しよう。しかし幽霊だなんてみんな怖がりすぎだと思わないかい？出てきたってどうせ魔物と変わりゃしないよ。だいたいね、いやしないものをいると思うからよくないんだ。いないものはいない、それで済む話さ。物音がしただの、人影が見えただの、みんな慌てすぎだね。大方備え物が風で動いたか、近くに虫でもいたんだろうさ。こういうもんは大体が勘違いなのさ。お前さんもそう思わないかい？小さな子供ならともかく、大の大人がビビるなんて、ほんと情けないったらありゃしないよ。何もないよ。どうしてそんなこと聞くんだい？あたしはいつもと変わらないよ。いつも通りさ。おっと、そろそろ墓地か。お前さん、ここからは先に行っておくれ。あたしはほら、お前さんの背中を守るからさ。どうしたのさ、まさか背中を押さないと歩けないのかい？心配しなくても私がついてるじゃないか。ほら行った行った。今のところは異常ないみたいだね。よかった。あ、ちょ待ちな、お前さん、いきなり早く行くやつがあるか。もう少しゆっくり頼むよ。じゃないとあれだよ、ほらお前さんの背中を守れないだろ。息を合わせていかないと、何かあった時二人とも困る羽目になるよ。それじゃ行こうか。さあ出てきやがれ、私が叩き切ってやる。どこだ、どこに嫌がる、出てきやがれ。大丈夫、まさか。そんなわけないだろ。まさかお前さん、私が怖がってるとでも思ってるのかい？バカバカしい。得体が知れないからってむやみに怖がったりするわけないだろ。まいった、降参だ。もう隠しきれないみたいだね。わかった、本当のことを話すよ。お前さんの言った通り、本当はこんなところ来たくなかったよ。幽霊なんてもんは苦手なんだ。さっきから怖くてしょうがない。お前さんがそばにいてくれないと逃げ出したくなっちまう。我ながら情けないけど、こればっかりはどうしようもなくてね。お前さん、これじゃいつもと逆じゃないか。でもこれはこれでいいもんだね。にしてもお前さん、ちっとも動じてないんだね。それに比べて私はこんな情けないままじゃ終われないね。まあ見てな、幽霊が出てきて。おい、誰かこっちに来たぞ。まずいな、バレたら片付けるしかないぜ。聞こえたか今の人の声？まさか本当に幽霊が。お、落ち着け。私とにかく確かめに行こう。声がしたのはあっちからだったね。ここまで来たら先手必勝だ。こっちから驚かせてやる。やいやいやい、出てきやがれ。うるせえ、何者だお前ら。武装してやがる。どこで駆けつけてきやがった。
なんだ、ただの人間かい。幽霊じゃなかったのか。ああ、幽霊なんかじゃねえよ。幽霊になるのはあんたらの方さ。死んでもこれは渡さねえぞ。俺らのもんだ。ああ、これってあんたたちが持ってる宝石なんかのことかい？とぼけんな。どうせ商売敵の差し金だろうが。ここが盗んだ物の取引場所だって分かってきたんだろうが。盗んだ？あんたたちまさか。そのまさかだよ。幽霊の噂でも流せば人が寄りつかなくなると思ったんだがな。その様子じゃ知らなかったのか。でももう関係ねえ。今知っちまったんだからよ。てめえらは絶対に生きて返さねえ。やれやれ、人間は人間でも悪人とはね、なんて落ちたい。でもま、見ちまった以上はやるしかないか。そりゃこっちのセリフだ。一気に二人とも片付けてやる。それこそこっちのセリフさ。相手が人間なら遠慮はしないよ。全員叩き切ってやる。三の太刀夕凪。お疲れ様、お前さん。これにて一件落着だね。それで墓地でのことなんだけど、幽霊が苦手だってのは秘密にしといちゃくれないか。それこそ美月たちにでも知られたらとんでもないことになっちまうな。いいだろう。かわいく、そいつはちょっと黙っとくくらいいいじゃないかな。お願いだよ、お前さん。おや、お前さん、こんな遅くにどこへ行こうってんだい。なんだ、帰るところか。なら早く行きな。最近ランドソルに通り魔が出る話聞いてるだろ。みんなそいつを怖がっちまってね。ここ数日で夜に見かけるのは腕に自信のあるやつか騎士団くらいだよ。この辺りの店も明かりはついちゃいるが、客入りはさっぱりだ。ああ、私かい。お前さんならもうわかるだろ。みんなから通り魔退治を頼まれたのさ。気持ちは嬉しいけど、今回はさすがに危ないよ。安全に過ごせるとこがあるなら急いで帰りな。お前さん確かにそうか。こいつは一本取られたね。わかったよ。ただし絶対に私から離れるんじゃないよ。早速お出ましか。行くよ、お前さん。おい、あんた大丈夫か。よかった、息はあるみたいだね。あんたは何があった。俺らは通り魔を倒そうと思って、でもまるで歯が立たなかった。顔は見てないのか。顔、あれは人間なんかじゃなかった。追いかけるならあんたらも気をつけろ。あんたもね、動けるなら早いとこ逃げな。それとも助けを呼んでこようか。いや、動けるからいい。待ってくれ、相棒がいない。仲間もここにいたんだ。あんたら見てないか。
いや、どっかへ助けを呼びに行ったんだろうさ。見かけたらあんたのことは伝えとくよ。じゃあね。人間じゃないって、まさか魔物が町に入り込んでるのか。とにかく次の被害者が出る前に通り魔を見つけないとね。はあ、あれは、うん、やっとおとなしくなったか。さっきは冷や汗かいたぜ、いきなり暴れ出しやがって。火星はいらなかったか。岸さんよ、そいつは何者だい。噂の通り魔か。わからん、急に襲いかかってきてな。どちらにせよひとまず拘束し連行する。獲物も回収しないとな。刀か、この辺じゃ珍しいな。あ、やれやれ、一件落着か。お前さん、あとは騎士団に任せて、私たちは帰るとしよう。うわー、どうした。まだだ、まだ足りぬ。しかしこの体、先ほどのものよりは使えそうだな。なんだ、一体何が。魔物、いや違う。ようやくわしが権限できるぞ。そこな女、かなりの使い手と見た。どうしたんだ、しっかりしろ。そうか、あの刀か。ガキの頃、故郷で聞かされた話があってね。物でありながら意志を持つ妖刀、あの刀もその類に違いない。おい、何があった。いいか、あんたたちのお仲間はあの刀に取り憑かれちまった。刀を手から叩き落とさないとお仲間は操られたままだ。喜べ、お主ら全員ここで切り捨てようぞ。うわっ、強い。お前さん、助け出しするよ。いや、君たちは逃げろ。守るべき民を危険にさらすわけにはいかない。バカ言ってんじゃないよ、あんたたちじゃ勝てっこない。だが我々は騎士だ、逃げるわけにはいかん。くだらない意地張ってんじゃないよ、メンツのために死ぬ気か。女の言う通りよ、斧が力量すらわからぬグズども、今ここで死ね。お前さん、力を貸しておくれ。私の目の前では誰一人死なせやしない。女、やはりできるな。そいつはどう思う。はっ危なかった。すごい、互角に渡り合ってる。何やってんだ、ぼさっとしないで早く助けを呼びに行きな。はい。互角なもんか、こいつめ乗っ取った肉体を盾にしてやがる。刀を手から弾き飛ばすか叩き折るかしたいけど、これじゃ拉致が開かないよ。化け物風情がせこい真似してくれるじゃないか。ハサミ打ちだね、了解だ。強撃か、つまらん真似を。お前さん、今だ。この程度の力でわしに歯向かうとは愚かな。突きあり、もらった。
なんと。よし、刀は弾き飛ばせたよ。おのれ、早く新たな持ち主を探さねば。刀だけで動いた。まずい、逃げられる。お前さん、そいつを逃がすんじゃないよ。貴様、わしを手にしたな。よかろう。ならば望み通りにしてやろう。何してるんだよお前さん。そいつを離すんだ、早く。先ほどよりは貧弱だが、まあいい。この場は逃げるが勝ちよ。なぜだ、体が動かぬ。こやつめ、わしに抗うというのか。バカら、こんな体のどこにここまでの意志が。まさかお前さん、そいつの動きを封じてるのか。最初からそのつもりで。任せときな、綺麗さっぱり叩き切ってやるよ。私の妙技、とくと味わいな、与党野郎。危険ゼロの太刀、水月強化。見事なり。よもやわしの妖気の実を切り払うとは。いいぞ、これほどの使い手ならば。お前さん、無事か。無事なんだね。よかった、久しぶりに使う技だったけどうまくいってよかったよ。実は今の幽霊退治の時に使おうと思ってた技なんだ。さて、今のでこいつは弱らせたし、もう持っても大丈夫だね。消える、わしの思念が消えていく。女よ、名は何という。はあ、ルカだ。なんだいきなり。メイドの土産にでもするつもりかい。我が名はハローマル。お主こそわしにふさわしい使い手なり。ただの刀に戻れる。やれやれ、そのためにあんな真似してたってのか。愚直にも影ってもんがあるだろう。でもまあしょうがないか、刀だしね。さてと、お前さん、私が今一番言いたいことわかるかい。このバカ、なんて真似しやがるんだ。無茶するんじゃないよ。まったく、お前さんと戦うなんて私はごめんだからね。ほんとだよ、心臓が止まるかと思ったじゃないか。変だね、自分でもびっくりするくらいほっとしてる。お前さんも私に付き合ってる時はいつもこんな気持ちなのか。お前さんにやられて心配する側の気持ちがよくわかった。今後は私も無茶は控えるよ。これでお合い子だね、お前さん。シュバババってやってよ。バーカ、見せ物じゃないんだ。また今度な。なるか、この間の件なんとかならんかの。そういうのは他のやつに頼んどくれよ。知り合いなら紹介できるしさ。今日は今から釣りに行くんだ。あるか、やっと見つけた。息子との見合いなんじゃが。いや、だからそれは無理だって。おや、
お前さん遅かったじゃないか。さ行こう行こう。すまないね、小芝居なんかに付き合わせちまって。お前さんともずいぶん久しぶりに会ったような気がするよ。この間の通り魔、あもとい妖刀退治の話が漏れちまったらしくてね。ご覧の通り一躍町の人気者ってわけさ。おかげで最近は顔も知らない人たちからも声をかけられちまう。さっき喋ってたのもほとんどが名前も知らないやつらさ。大丈夫だよ。でもありがとね。これ以上お前さんを心配させるつもりはないよ。それよりさ、どうして私だけチヤホヤされなきゃいけないんだ。むしろ体を張ったお前さんこそ称えられるべきだと思うけどね。頼もう。通り魔退治のルカ殿とお見受けする。ぜひ私と一騎打ちを。嫌だね、逃げるよお前さん。待ってくれ、ようやく見つけたんだぞ。ったくもう、こんなのばっかりで嫌になる。さっきの続きでさ、有名になった私を倒して名を上げようとするやつが最近増えてるんだ。だいたい私はね、のんびり生きていきたいんだよ。困ってる人からの相談ならまだいいさ。でも無駄な喧嘩や争いを起こして何になるってんだ。そんなに強さを見せつけたけりゃ魔物と戦えばいいじゃないか。そうだろう。よかった、お前さんに分かってもらえて嬉しいよ。誰かの役に立つこと以外で人と戦うのは勘弁してほしいね。あんな有様のおかげでこうして道具を持って出てものんびり釣りにも行けやしない。おまけに昼寝もだ。やれやれ。でも話を聞いてもらったら少しすっきりしたよ。なんだかんだお前さんには助けられちまうね。最近はギルドのみんなも忙しくてさ、愚痴を聞いてくれるやつがいなかったんだ。そうだ、せっかくだしお前さんさえよければ飯でもどうだい。もうちょっと話を聞いておくれよ。のんびりできるよ。たまにはこうしてお前さんともゆっくり過ごしたかったんだ。そういえばここの魚定食ってまだ試してなかったな。お前さんも同じものでいいかい。すみません、注文を。お前がルカね。そうだけどあんたは。問答無用、兄の復讐のためお前を倒す。復讐とはまた穏やかじゃないね。怪我しないうちにおとなしく帰った方が身のためだよ。黙りなさい。私の兄はお前たちに捕まったのよ。兄は魔法具を密造した罪で今も牢獄に囚われたまま。そういえばあったね、そんなこと。でもあんたの兄貴は悪党だった。自業自得だろ。確かに兄は悪事を働いた。でも私や両親には優しい人だったわ。逆も同じさ。あんたにとって兄貴がいいやつでもね、私から見ればただの悪人だったよ。そうなら私たちは、私たちにとっての悪人、お前を倒すわ。お前に恨みを持つ人間はたくさんいるのよ。どこにいるってんだい。いるなら連れてきな。相手になってやろうじゃないか。こっちも鬱憤溜まってんだ。じゃあお望み通り連れてきてあげる。こいつがルカか。よくも俺のダチをやってくれたな。覚悟できてんのかてめえ。驚いた。本当に嫌がったとはね。お前に倒された人たちの縁者や家族だけじゃない。一騎打ちの申し出を逃げられた者も加えてざっと数十人はいるわ。やれやれ、やっぱり強くてもいいことなんて一つもありゃしない。誰かと戦えば戦うほど
こうしてどっかで因果は巡ってきちまう。申し出は嬉しいけど、今回は遠慮させておくれ。この喧嘩にお前さんは関わっちゃいけないよ。私が今までのツケを払うだけさ。お前さんの助けはいらないよ。でもそうだね、釣り道具を預かっといておくれ。頼んだよ。私に用があるやつら全員表に出な。ここなら誰にも迷惑はかからないね。一人ずつなんて面倒だ。まとめてかかってきな。行くぞてめえら。おめえが資金じゃねえ、やっちまえ。切り刻んでやるよ。魔法で誤射しないよう気をつけて。標的はあの女一人よ。こいつはいつもより気合い入れないとまずそうだね。出し惜しみはなしでいくよ。はあ、せい。噂通りの強さだな。そういやあのガキ、ルカと一緒にいた高みの見物か。お前さん、やめろ。あんたたちの敵は私だろ。その子には手を出すんじゃないよ。うるせえ。お前を倒せるなら何だってやってやる。させるか。うわ、お前さん無事か。傷は大したことないね。あ、よかった。あんたたち覚悟はできてるんだろうね。てめえこそこんなところに部外者連れてくんじゃねえ。ごめんよ、結局巻き込んじまった。こんなはずじゃなかったんだけどね。ありがとう。その心意気だけで十分嬉しいよ。でも大丈夫、自分の背中は自分で守るよ。今はまだね。お前さん、釣り道具の袋開けておくれ。あ、こいつもここらでお披露目だ。行くよハローマル、あんたの切れ味お見舞いしてやりな。なんなんだこいつ、刀をもう一本抜きやがった。こんなに早くこいつを使うことになるとはね。二刀流聞いてないぞ。そんなの誰も一刀流だなんて言った覚えはないよ。私の大事な人に手を出したの。覚悟はできてるだろうね。それはこっちのセリフよ。はあ？甘い。こんなもん覚悟とは呼べないね。そんなかかってくるならお望み通り全員叩き切って返り討ちにしてやるよ。二重の太刀水天一匹。俺らとんでもないやつを相手にしちまってたんだ。うわ、はあ、まだ続けるかい。いえ、もう十分です。十分あなたの強さは分かりました。姉子、俺感動しました。弟子にしてください。俺たちもお願いします。捕まった兄が面会の時真面目になっていた理由が分かりました。私が間違ってました。ごめんなさい、ルカさん。いえ、お姉様。またこうなっちまった。
やれやれ、どいつもこいつも。お願いします、アネゴ。ルカのアネゴ。お姉様。なあ、もう鬱陶しい。とりあえず全員で後片付けして牢屋に入ってきな。これは実戦をやり直すチャンスをくださったのだ。いえ、弟子入りのための修行に違いない。私も兄に会いに行きます。獄中で。はいはい、行ってらっしゃい。はあ、全員いなくなったね。はあ、疲れた。ほら、お前さんも腰掛けなよ。やった。ほんの少しだけでいいんだ。背中預けさせておくれ。巻き込んで悪かったね。でもそばにいてくれて助かったよ。今日はもうさすがに動きたくないね。釣りの予定が台無しだよ。お前さん、ありがとう。よしよし、いい感じに眠気が来たよ。お前さん、もちろんだよ。妖刀退治やらいろいろあったのが落ち着いて、ようやくのんびりできるようになったしね。暇ならお前さんもどうだい。私の横って特等席が空いてるよ。なんてな、冗談だよ。どうしたのさ、そんなほうけた顔して。なんだい、何でも聞きな。いきなりなんてこと聞くんだ。あの時は別にそんなつもりで言ったんじゃ。あれはとっさに口から本音が出ちまっただけで、ぼやっとしてるかと思ったら鋭いとこついてくるんだね、この子は。いや、まあ本音には違いないんだが。待て待て、なんでこんなに動揺しちまってるんだ私は。その話はもういいだろ。ほら、日差しだってこんなに強いんだ。私はもう寝るよ。おかしいね、眩しくて眠りやしないはずなのに、なんでこんなに。やれやれ、どうしたもんかね。会長の手前断れないし。おや、お前さん、買い物かい。私か。私は散歩の途中なんだ。あ、それじゃね。あ、あんた、ルカの姉子とよく一緒にいる人。自分、ルカさんの舎弟っす。姉子のこと心配して来てくれたんすね。さすが姉子の認めた男。あんたの話、よく姉子から聞いてます。それにしても、いくら商店街の会長の頼まれ事だからって、見合いなんかに行っちまうなんて、姉子もお人よしが過ぎるぜ。どうしたんすか、固まって。もしかして知らなかったんすか。そりゃないぜ、姉子。実は、その見合い相手ってのが、とんでもねえやつなんです。表向きはまともそうな男のふりしてるけど、裏では俺ら不良も引くようなろくでもないことやってるんすよ。姉子だから大丈夫って信じてるっすよ。でも相手が相手だからどうにも心配で、ダチと相談して見合いをぶっ壊そうとしたら姉子にバレちまって、ここで途方に暮れてたんす。姉子が認めてるあんたなら、今回のこと何とかしてできるかもしんねえ。
これ見合いの場所の地図っす。姉子のことよろしく頼みます。今なんて言った？君の近くをちょろちょろしてる不良だよ。あんな奴らのことなんか放っておけばいいんだ。どうせまともな人間にはなれないよ。クズにはクズらしい人生がお似合いさ。よーく聞いてりゃ、ペラペラとご考説垂れてくれやがって。クズはどっちだ？あんたの腐った少年、今ここで叩き切ってやるよ。人間誰だって間違いは犯すさ。でもね、やり直す機会は誰にだって与えられるべきなんだ。あいつらだって見た目はああでも、今は心を入れ替えて真面目に生きようとしてんだよ。落ち着けよ。不良のバカガキどもを悪く言ったくらいでそこまで怒ることないだろう。だいたいな、俺を怒らせたらさっき話したとこが黙ってないぞ。君の店や商店街だってただじゃ済まないからな。ああそうかい。さっきあんたが自慢げにケツ持ちだって話してた人から昨日電話で言われたよ。ふぬけ野郎なら切っても構わないって。あ、嘘だ。お前があの人と知り合いなわけあるか。ちょいと昔にいろいろあってね。あんたと私の見合いなんざうまくいきっこないって言ってたよ。それにあんたみたいな少年の曲がったクズは私にぶった切られるだろうって笑ってたよ。さあ覚悟しな。お前さん、なんでここに？私は落ち着いてるさ。模造刀だから大した怪我には慣れしないよ。切ろうと思えば切れるけどね。ちょっと待て、何者だよお前は。か、いや、え、いつの間に。なんだと。お前さん、私のことそんな風に思ってくれてたなんて。あ、ちょ、お前さん、さっきの言葉本気なのかい？なあ、お前さん。はい、お疲れ様。今回の夢はどうだった？楽しめたかしら？それにしても驚いたわ。見合いの席であんなことしちゃうなんて。ルカってあっちでもやっぱり強いのね。自分の身は自分で守れる理想の大人って感じ？しかもなんだかんだ言いながら慕ってくれる人は大切にしてるしね。ただまあそんなルカでもあんたの言葉には弱いみたいね。慌てちゃって可愛かったわ。さてと、いいものも見られたし、今回はこの辺で切り上げるとするわ。それじゃまたね。私いつの間にって、お前さんも一緒に寝てたのかい？あ、そういや前にもあったね、こんなこと。お前さんが私のこと大事な人だって言って手を取ってくれたような気がしたんだ。今のは夢の話だからね、深く考えないでおくれよ。よし、せっかく会ったんだし飯でも食べに行こう。ほら立ちな、町へ戻るよ。そう、行った行った。お前さん、なんだか最初に会った頃よりお前さんの背中が大きく見えるよ。それにさ、夢の中だけど嬉しかった。お前さんが私の手を取ってくれて。さっきはちゃんと言えなかったけど、とっくにお前さんは私の大事な人だよ。お前さんにとっても私は大事な人なのかい？あ、なんでもないよ。こっちはいいから前向いてな。